PC エンジンスーパーグラフィックスとは1989年12月8日に日本電気ホームエレクトロニクスより発売された家庭用ゲーム機 PC エンジンの上位互換機当時のメーカー希望小売価格は39,800円欧米市場ではスパーグラフィックスの商品名で発売された1989年の年末商戦前の PC エンジンの販売戦略リニューアルの際に 発表された。高スペックを売りにしており、PC エンジンと比較してスプライト及びバックグラウンドの表示が2倍、それに合わせて搭載メモリ容量を増量している。本体は自動車のエンジンをイメージしたような形状でサイズは従来機の3倍以上になる。しかし発売された専用ソフトが5本に、両対応ソフトが1本と少数に止まり、この機種に応じた市場を形成することはできなかった。 結果としてこの路線はその後の PC エンジンには反映されなかった。詳細は PC エンジン NEC とハドソンの戦略を参照 PC エンジンに使用されていたグラフィックチップハック6270を2個搭載することによりスプライトバックグラウンドの使用を2倍に強化したマシンである。搭載メモリの容量も増量されアナログコントローラー用の18ピンパラレル端子を備えていた。 独立した二つのビデオチップから出力されるに、系統のビデオデータ信号を一つに合成し、モニターへ出力する方式が取られている。都合上、ゲームのアルゴリズム制御と画面描画を統一的に管理しにくく、各々のチップそのものの制約はそのまま受けるなど、プログラミングが煩雑で扱いにくいマシンとなっていた。従来機種と上位互換性があるため PC エンジン用ソフトウェアは、 そのまま使用できたが、ハードウェアの拡張部分とコーディングの都合により一部のソフトでは、後部の切り替えスイッチによる従来の PC エンジンモードでの起動が必要となった。なお、PC エンジンのグラフィックチップを2個搭載し、グラフィック性能を強化するという構成は、後継機である PCFX でも採用されている。基本スペック CPU および音源などのスペックは、 PC エンジンと同一のものであるため詳細は PC エンジンを参照。ここでは概要の記載のみに留める。専用ソフトはスーパーグラフィックスでのみプレイが可能。両対応ソフトは通常の PC エンジンでもプレイ可能だがスーパーグラフィックスで起動した場合はスプライトの横並びのちらつきが軽減されるなどの恩恵があった。両対応ソフトは起動の際に ソフト側でハードを認識し、PC エンジンでの起動の際は、ビデオチップ1個、スーパーグラフィックスでの起動時には、ビデオチップ2個を使用するという方式だった。2020年3月19日に、コナミデジタルエンタテインメントからリリースされる、復刻系テレビゲーム機、PC エンジンミニは、外見こそは、初代 PC エンジンを模しているが、プリインストールされる、ゲームソフト群の一つとして、 スーパーグラフィックス専用ソフトである2作品、大魔界村とオルディネスが収録予定と発表されている。スーパーグラフィックスの発表時には NEC アベニューよりストライダーヒリューも専用ソフトとしてのリリースがラインナップされていたが、制作過程での仕様変更により専用ソフトとして発売はされなかった。その他にも NEC アベニューよりストライダーヒリューや コゴットノワールドなど、いくつかの両対応ソフトのリリースがアナウンスされて、いたが、制作過程での仕様変更により実現はされなかった。スーパーグラフィックスの発表時には、本体に覆いかぶせて収納するという、専用の大型アナログジョイスティック、パワーコンソールの発売も、同時発表された。しかし、設定された予定小売価格は59,800円と、当時のゲーム市場の規模から見ても、 あまりにも無謀すぎる価格設定であり、プレイを記録するマクロ機能、ゲームと連動するインジケーター、ジョグダイヤル、テンキーなど、無駄とも思えるほどの様々な機能を満載していた。結局この価格設定や内部の駆動系の強度に問題があったことなどから、パワーコンソールの商品化は見送られ発売はされなかった。後に試作品がコミックマーケットの企業ブースでオークションとして、 売りに出された、ジョイパッドや周辺機器に関しては、基本的に従来機である PC エンジンと同じものが使用できる。ただし CD r o m 2の利用において注意するべき点が存在する。ありがとうございます。